バンフォーレ甲府ジェトゥリオ獲得へこの動画ではバンフォーレ甲府に移籍の噂があるジェトゥリオ選手のニュースについて振り返りますぜひ最後までご視聴よろしくお願いしますバンフォーレ甲府はブラジル2部トンベンセ FC からブラジル人ジェトゥリオ選手を獲得するようだと7月28日ブラジル紙が伝えていますジェトゥリオ選手は 1997年6月10日生まれの現在25歳身長1 8 7センチの選手ですマジョールイジドロで生まれたジェトリオ選手はトンベン性 FC でキャリアをスタートアーハイ FC や FC パソスでフェレイラへレンタル移籍すると2021シーズンにはブラジルニ部リーグで7ゴール5アシストをマークしてアーハイ FC の一部昇格に大きく貢献していますそして今年1月に ブラジルのバスコダが前レンタル移籍ただ今季はここまでブラジル2部リーグ20試合中6試合の先発出場で1ゴールにとどまっていますハンフォーレ・コーフへはレンタル移籍で加入すると報じられていますジェトリオ選手の動向に注目しています以上リッパーのサッカーチャンネルでした